もはや芸術。神宮寺陣、ナンバーアンダーライン愛、INZM、MV のダンスシーンを徹底解説。デビュー当時と比較。神宮寺陣、ナンバーアンダーライン愛、INZM で見せた成長と進化に感動。神宮寺陣君の最新ミュージックビデオ、ナンバーアンダーライン愛、INZM は、多くのファンを魅了し、その圧倒的な存在感とパフォーマンスで再び注目を集めています。 ビデオを見た瞬間から感じる彼のカリスマ性は言葉では言い表せないほどで、まるで彼の世界に引き込まれてしまうかのような感覚に包まれます。彼のパフォーマンスにおいて最も印象的なのは、その躍動感あふれるダンスと完璧なスタイルです。細身でありながらも筋肉が引き締まった身体、そして長い手足を生かしたダンスの動きは、まさに彼だけが持つ唯一無二の魅力と言えるでしょう。ファンたちのコメントからもわかるように、 その長い手足を駆使したダンスの美しさに誰もが目を奪われている様子が伝わってきます。動きの一つ一つが洗練されていて、まるで彼の体そのものが音楽に乗っているように感じられます。また、彼のヘアスタイルも大きな話題となっています。今回のビデオでは、編み込みを取り入れた髪型が非常に印象的で、多くのファンが、最高と絶賛しています。神宮寺仁君はヘアスタイルのバリエーションも豊富で、 どんなスタイルでも見事に着こなしてしまうところが彼の魅力の一つです。編み込みの髪型は彼の顔立ちをよりシャープに際立たせ、その美しさがさらに引き立っています。さらに、ビデオ中の彼の表情の変化にも注目です。ダンスをしている時の真剣な表情から、最後に見せる笑顔まで、その一瞬一瞬の表情が視聴者を虜にします。多くのファンが、最後の笑顔に一生涼というように、 彼の表情には見るものを魅了する何かがあります。笑顔の裏に隠された努力や情熱を感じることで、ますます彼のファンになってしまうのです。さらに、彼のファッションセンスも見逃せません。今回の衣装はバイクにまたがるシーンも含めて、全体的にクールでセクシーな雰囲気を醸し出しています。特にポケットのデザインがユニークで、多くのファンが、 三角のポケットは何が入っているのか教えてほしいと興味を示しています。これは彼の細部へのこだわりが感じられる部分であり、彼自身がどんな小さな部分でも完璧に演じる姿勢を持っていることを示しています。このような細かいディテールにまで気を配っているからこそ、彼のスタイルは他のアーティストとは一線を画すものとなっているのでしょう。また、神宮寺仁君が踊っているシーンは、 彼のダンスススキルがいいかかに高いかを実感させられますランスのキレや動きのスピード、そして表現力すべてが一体となって、彼のダンスは見る者を魅了し続けます。彼がどれだけダンスに情熱を注いでいるか、その努力が映像を通じて伝わってくるのです。ファンのコメントにもあるように、無駄のないしなやかな動きはまさに彼のダンスを表現するのにふさわしい言葉でしょう。 どんな激しいダンスでも軽々とこなす姿には、彼のプロフェッショナルな一面を感じずにはいられません。さらに注目すべきは、彼の表現力です。ダンスだけでなく、その一つ一つの動作や視線、表情すべてが音楽とリンクしており、まるで彼自身が音楽そのものになったかのように感じられます。これは彼が長年積み重ねてきた経験と、音楽に対する深い理解。 そして自分自身を表現することに対する情熱があってこそできるものです。ファンの間で、ジンくんのダンスはまるで魔法のようだ、と言われるのも、この圧倒的な表現力から来ているのでしょう。また、彼のパフォーマンスだけでなく、その人柄もファンに愛されています。ファンからのコメントには、いつも次はどんなのかなぁと心待ちにして楽しませていただき、幸せを心からありがとうございますと感謝の言葉が溢れています。 これは彼がファンを大切にし、常に彼らの期待に依頼続けているからこそ得られるものです。神宮寺神君の誠実な姿勢と、ファンへの思いやりは、彼が長い間愛され続けている理由の一つでしょう。さらに、INZM のビデオではバイクシーンも非常に印象的で、彼のクールなイメージをさらに引き立てています。バイクにまたがる神君の姿は、まるで映画のワンシーンのようで、 その存在感に圧倒されます。バイクと彼のスタイルが完璧にマッチしていて、まるで彼がこのビデオのために生まれてきたかのような錯覚さえ覚えます。ファンからは、バイクと神宮寺君はあかん。かっこよすぎます。という熱いコメントが寄せられるほどです。また、彼の音楽に対する真摯な姿勢もビデオを通じて感じることができます。どの瞬間でも全力でパフォーマンスをし、 視聴者に対して最高のエンターテインメントを提供するという彼の強い意志が伝わってきます。このような姿勢があるからこそ、彼の音楽は多くの人々に感動を与え、そして彼自身も成長し続けることができるのです。そして、忘れてはならないのは、彼のセクシーさと色気です。ビデオの中で見せる彼の色気は、視聴者をドキドキさせる要素の一つであり、多くのファンが、色気が半端ない、とコメントしています。 彼の動きや表情から感じられる色気は、まさに大人の男性の魅力を存分に発揮しており、その魅力に誰もが引き込まれてしまいます。また、彼のパフォーマンスにおける感情表現の豊かさも見逃せません。彼は音楽の中で喜びや悲しみ、そして情熱を表現し、そのすべてを見る者に伝えることができます。これは単なるダンサーやアーティストではなく、彼が本物のエンターテイナーである証拠です。 彼の一挙手一投足には感情が宿っており、その感情が見る者の,の心に響くのです。ナンバーアンダーライン愛 INZM は神宮寺神君の新たな魅力を存分に引き出した作品であり、彼の才能と情熱、そしてファンへの感謝の気持ちが詰まった最高のパフォーマンスです。彼のこれからの活動がますます楽しみになり、多くの人々が彼の次なる一歩を期待してやまないことでしょう。 神宮寺仁君のこれまでのキャリアを振り返ると、彼の成長は驚くべきものがあります。もともとデビューした時からその存在感とカリスマ性は際立っていましたが、ナンバーアンダーラインアイ INZM を通して見せる彼のパフォーマンスは、過去の彼を超えた新たな次元へと到達していることが明らかです。特に今回のビデオでは、彼の動き一つ一つに込められた感情や意図が非常に明確に伝わってくるのです。 これは単なる振り付けの技術だけではなく、音楽とダンスを通して自己表現を行うことに対する彼の深い理解と情熱があってこそのものです。ファンの中には、ジン君のダンスを見ていると、自分も一緒に踊っているかのような気持ちになる、という人も少なくありません。これは彼が視聴者をただ楽しませるだけでなく、彼らを彼自身の世界へと引き込む力を持っていることを意味します。ダンスのリズム、体の動き、視線、 そして音楽とのシンクロすべてが一体となり、見るものを一瞬で魅了してしまうのです。それはまるで魔法のような瞬間であり、私たちはその瞬間を共有することで、彼のアートに深く触れることができるのです。また、彼のダンススタイルは非常に独特で、他のアーティストとは異なるオリジナリティが感じられます。ジンくんはどんな振り付けも自分自身のスタイルに変えてしまう力を持っています。 それは単に技術的なスキルだけではなく、自分自身をしっかりと理解し、自分が表現したいものを明確に持っているからこそできることです。多くのダンサーがその動きを模倣しようとしても、彼のような表現力と独特のスタイルを再現することは非常に難しいでしょう。それこそが、彼が唯一無二の存在である理由の一つです。そして、彼のファッションセンスもまた、多くのファンを魅了する要因となっています。 今回のナンバーアンダーライン愛 INZM のビデオで見られる彼の衣装は非常にスタイリッシュでありながらも彼の個性を最大限に引き出しています。特にジャージ姿でダンスを披露するシーンでは彼の身体のラインが美しく際立ちその動きがより一層際立って見えます。さらにヘアスタイルとの組み合わせも絶妙で彼の顔立ちやスタイルが一段と引き立っています。ファンたちが どんな髪型でもジンくんは似合うというように彼はどんなスタイルでも自分のものにしてしまう才能を持っています。さらにビデオの中で見せる彼の笑顔は多くのファンの心をつかんで話しません。その一瞬一瞬に見せる笑顔は彼の魅力を最大限に引き出しておりまるで彼自身が視聴者に直接語りかけているかのような温かさを感じさせます。この笑顔には彼の優しさや誠実さ そししててファンに対するる感謝のの気持ちが込められているのでしょう彼の笑顔を見るたびに、ファンはその心が温かくなると同時に、彼への愛情がさらに深まるのです。また、n ンア i i n z m のビデオの中で見せる彼のエネルギーは、まさに圧倒的です。彼は全身全霊をかけてパフォーマンスを行っており、その情熱がビデオを通して見るものに伝わってきます。 彼の動きや表情から感じられるエネルギーは、視聴者を元気づけ、励まし、そして勇気を与えてくれます。それは単なるエンターテイメントではなく、彼自身が持つ力や魅力を通して、人々にポジティブな影響を与えることができるという、まさにアーティストとしての真髄を体現しているのです。